皆さんこんにちは、甲子園総合会計事務所代表下園です。本日のテーマは、確定申告も近づいてきたので、今年の確定申告上の留意点やポイントをお伝えしようと思います。で、2020年はコロナの影響がものすごい大きくて、いろんな状況になった人がいると思うんですけれども、お伝えする内容としてはこの3つになります。でまずは先ほども言ったようにコロナ関連の収入、所得に関してのポイント、あと控除の見直しって言って、税制改正があります。ほとんど全ての人が影響する税制改正なんですが、ただ何も手続きがないので、あっそうっていう感じで進んでいます。あと3つ目にお伝えしようと思うのはニュービジネス関連です。でこのニュービジネスは2019年、コロナが始まる前からあったものではありますが、コロナの影響ですごい伸びた業種でもあります。そういうものに関して税務上どう取り扱うのかっていうのをお伝えしようと思っています。でまずお伝えするのは、コロナ関連の入金の話です。で原則所得ということは利益が出た時に税金払わないといけないっていう扱いになります。ただ全部所得っていうわけじゃありません。なので所得に該当しないもの、要は所得税を支払わなくてもいいものを中心にチェックしましょう。とはいえまずは該当するものから、持続化給付金、個人で100万円、法人で200万円っていう持続化給付金は売上と同じ扱いになります。あと休業要請に伴う給付なんかは各自治体で出てたと思うんで、それが売上と同じような感じになります。で雇用調整助成金ももし人を雇ってて、その人を雇ってるっていうことに関して雇用調整助成金をもらっている、事業主がいれば、これも原則収入に該当します。あと各自治体でいろんな制度や仕組みがあると思うんですけれども、それなんかは一度、確定申告に入れるべきなんですか、入れないでもいいんですかっていうのは確認しましょう。続いて、該当しない方が項目少ないんで、まずこれがあるかどうかっていうのをチェックすればいいと思うんですよね。でまず定額給付金です。で10万円のやつですけれども、ゴールデンウィークぐらいから手続きが開始したものなんですが、これは該当しません。あと失業保険です。今回コロナで会社辞めちゃったよっていう人で失業保険をもらってる人多くあると思います。そういうものは該当しません。あとコロナの関連した融資はお金を入金があるんですけれども、例えば500万円とかっていうふうに入金あったとしても、別にそれは所得じゃないんで税金払わなくてもいいですし、逆サイドでコロナに関連する融資で仮にお金を返済したとしても経費にはならないっていうところを注意しましょう。でこの2つ大きな見分け方があって、この該当する方に関しては基本的には事業ビジネスに対する補填の項目が多いです。で一方該当しない方に関してはどちらかというと個人の生活の保障に関するものが多いです。で何種類ももらってる人がいると思うんで、そういう人は自分がもらった給付金なんかをピックアップ
リストアップして、まあ、これは当たるんか当たらないんかっていうのをちゃんと把握しましょう。で、所得に当たるんだったら確定申告が、確定申告の中に含める、そういうことが必要になります。で、控除の見直しなんですけれども、たくさんの控除が見直されてるんですけれども、この2つが重要になってきます。まず基礎控除の見直しと青色申告の特別控除の改正、この2つが重要になります。で、基礎控除の見直しからなんですが、まあ、38万から48万になっています。まあ、ラッキーっていうふうになるんですけれども、ただ例えば給与所得控除っていうのが、まあ、10万円減ってたりするんで、だからまあトータルで、従来とほとんど変わんないよねっていう仕組みになっています。で、基礎控除ってこうお年寄りから赤ちゃんまで全員持ってるんですけれども、これについてこうワイワイ言ってないっていうことはどういうことかっていうと、別に何の手続きも必要はなく、勝手にもう行われてるっていうことになります。で、まあ、基礎控除の変更に伴ってたくさんの控除が本当に変更になっているんですが、先ほども言ったように簡単に言うと、まあ、2019年とほとんど変わらない取り扱いになるようにしています。で、続いては青色申告、まあ、特別控除の話になります。で、青色申告の特別控除って何かっていうと、まあ、売上から経費を引いて、まあ、利益を計算します。で、この利益部分を所得税では所得って言うんですけれども、で、この青色申告であれば、その売上から経費引いた利益に対してもう一回控除を認められるっていう制度になります。で、その控除の金額がこの3種類あります。で、自分が青色申告か白色申告か分からへんわ、分からないよって言ってる人は基本的には白色申告です。なぜかというと、青色申告っていうのは自分で届け出を出さないといけないので、届け出を出したことを忘れているってことはあまりないので、基本的には分からないというのは白色申告なんで、まあ控除額はないんですよね。で、青色申告の中でも、まあ、3つパターンがあるんで、分岐点があります。で、1つ目の大きな分岐点は、まあ、貸借対照表を作ってるかどうかになります。で、貸借対照表を作っていない、もしくは作れないよっていう人であれば、もう10万円しかありません。で、ソフトなんかを使って貸借対照表を作ってますっていう人やったら、まあ、55万円か65万円かの控除の可能性があって、で、その次に、ここの55万円と65万円を分けるのは e-tax か、もしくは電子帳簿を備え付けていること、この、まあ、OR なんで、まあ、どちらかでいいんですよね。なので、例えば貸借対照表を作っています、私 e-tax で出そうと思っていますっていう人は65万円控除になります。で、私貸借対照表を作っています、でも紙提出でやろうと思ってますって言ったら基本55万円控除になります。で、これ今年からの、今回からの改正なんで、ちょっと細かいんですけれども、この電子帳簿っていうのは、まあ、何かっていう話があって、で、これ見ても分かりにくいんですけれども、国税庁のホームページとか見てもちょっと分かりにくいんですけれども、簡単に言うと、そのソフト、一般に流通しているソフトを使っているかどうかなんですよね。で、まあ、一般的に流通しているソフトを使って、で、パソコンでもクラウドでもいいんで、まあ、電子記録として保存してます、まあ、そういう申請書が必要になるんですよね。その期限はもう切れているんで、なので、もしその、申請を出さない、出していなくて e-tax もしないっていう人は、もうこの55万円控除になってしまいます。私もちょっと質問を受けたんですけれども、この電子帳簿のことについて質問を受けたんですけれども、まあ、その人は、まあ、紙で提出しようと思っているけれども、その電子帳簿の申請書はもう出してないっていうことなんで、まあ、55万円控除になる、まあ、そういう人もいます。
で最後はまあニュービジネス関連なんですよね。まあ、どんなものかっていうと、Uber Eats とか YouTuber とかこの17ライブとかのライバーとか、あとはその他各種、まあ、いろんな副業があります。逆に言うと副業で、まあ、代表的なものがこの3つっていう感じになるのかなっていうふうに思います。Uber Eats なんかがめちゃくちゃ増えてますよね。まあ、Uber Eats だけじゃないですけどね。でこれらの、まあ、新顔のビジネスに関しては、業種が新しいだけで税務上の取り扱いってそこまでこう何か変化があるわけではありません。で、どういうことかっていうと、まあ、契約形態とかで取り扱いが変化することだけは覚えておいてください。で、まず、その他副業とかまで視野に入れるとやっぱり雇用かどうかっていうのが一番重要になります。でアルバイトとかだったとしても、まあ、雇用形態なんか、まあ、この個人事業主形態なのかっていうのはちょっと分かりづらいんですけれども、ただまあ雇用かどうかで雇用ですよっていうんだったらその副業はまあ給与所得の一部として扱われます。で雇用じゃないです個人事業主ですっていうふうになると次考えないといけないのは、まあ本気度が高いかどうかっていうところなんですよね。でこの本気度っていうのはその事業か雑かっていうその事業所得なのか雑所得かのこの分岐点に使われます。でこういろいろ見ても具体的に何例えば100万円以上やったらとかそういう基準がないんで難しいんですけれども、まあ一般的に言うならばサラリーマンで片手間で週1回とかしてたりすると、まあ、雑所得の可能性が高いですと。で、まあ、サラリーマンなんですけれども今後事業を展開したいYouTuber で食べていこうかなっていうふうに思ってるとか独立したい起業したいとかって本当に本気でやってるっていうんやったら、まあ、この給与所得と事業所得があるサラリーマンとしての給与所得と YouTuber としての事業所得がある、まあ、そういう人もいてもいいんだと思います。でまあ、事業所得だったら収支を作らないといけないし、まあ、雑所得だったら売上の金額とその経費の金額の総額を書けばいいだけなんで、まあ、ちょっと取り扱いが違うんですけれども、この本気度が高いかどうかで考えてもらえればいいのかなというふうに思います。今日の内容はここまでです。チャンネル登録高評価あと質問などがあれば、励みになります。で今回は、制度を、まあ、概要を大枠で取り扱っています。なので、私どうなるのっていうようなものがあれば本当に気軽に相談してください。あとお会いできる日を楽しみにしています。それでは。